はい、酒好きな俺の印象が始めていきたいと思います。今回また冬系ですね。冬物語です。これもまたね、また1年前ぐらいに、多分動画、ね、探ってみると、多分あると思うんですけど、あげたものだと思うんですが、また、まあ2014年、ね、バージョンということで、飲んでいきたいと思います。限定醸造札幌です。冬物語札幌ですね。アルコール度数 5.5%。これが生ビールです。今まで冬の、冬の贈り物と、冬キリンと来ましたけど、あれは第3のビールだったんですが、こちらは生ビール。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。となってます。冬のまろやか仕込み。日本の冬ビール。まあでも、冬系で生ビールはこれしかないですからね。多分ね。あそこはやっぱり、冬っていう名前がつく中で、これしか、生ビールがない。ので、多分ないよね。冬ビール。冬がつくビールって、多分生ビールだとこれしかない。ですね。乾杯。冬のまろやか仕込み。麦芽量使用率 10% アップとなってます。ポイント1、冬のまろやか仕込み。ホップの添加量とタイミングを調節することで、優しくスムースな口当たりに。ああ、確かに。ああ、しかもあれだな、甘さもあるな。うん、コクは、ない。甘ないな。ああ、これあれ、冬キリンに、違う。冬キリンに似てるな、味な。結構甘さがある。だけどね、冬キリンと違うところは、甘さがあるんだけど、苦味もあるんだよね。びっくりすること。うん。苦味もあるんですよ。そしてポイント2、麦芽使用量 10% アップ。となってます。つまみはクラッツ。いただきます。確かに、口当たりがまろやか。ですね。それでいて甘い。そして苦い。うん。そうや、最近見てなかったな。ビールの、ワールドビールのサイト。ワールドビール、ビール、ジビール、世界のビールっていうサイトがあるんですが、そちら見ていきたいと思います。載ってるかな？俺が飲んだやつ、この人大概ね、ものすごいマイナーな、ドマイナーな、ジビールばっかり、ほとんどジビールが大多数ですからね。この人、本当はあれだわ。どこまで、ってか、まあ多分通販とかで買えるんかな、地ビールな。日本の様々なとこの、地ビール買いまくってますからね。恐ろしいわ。絶対高いよ、地ビールとか。普通に500円、600円とかザラだと思う、地ビールは。
ああ、でも、ああ、まだこの冬系は飲んでないみたいだな。一切飲んでないみたいな。この人は本当に、すごいぐらい、ビール飲んでますからね。グランドキリンとかも飲んでる。やっぱり、まあいいや。なんか、冬限定、しかも、通年販売。で、生ビールっていうと、これしかないみたいですね。冬物語ね。冬物語、1988年に誕生した、らしいです。すげえ、俺が生まれて1年後だな。1年後に発売してる。そんな長かったな。すげえ、パッケージデザインとか載ってるんだけど。すげえな。こんなにベストセラーだったのか。こんなに長く続いてる。あれだったんですね。ああ、やっぱものすごい古いですね。1988年の当時のやつは。ああ。なるほどね。結構ベストセラーみたいですよ。まあ、かどうかは知らんけど。単体をもっと美味しく、札幌。冬のビールといえば、札幌冬物語。冬のビールならではのしっかりとした旨味。冬のまろやか仕込みによる優しくスムースな口当たり。今年は麦芽使用量をさらに10%アップしました。冬のまろやか仕込み、日本の冬ビール、札幌冬物語。冬物語の美味しさを相性抜群の冬レシピと一緒に味わえませんか？冬物語とクックパッドがおすすめする大人の絶品鍋。レモンの酸味と塩味、手羽先のうまみが凝縮した白菜と手羽先の塩レモン鍋。エビと牛肉、野菜に唐辛子をたっぷり効かああ、せこたれいいな。スパイシー火鍋。ああ、うまそ冬のビールならではの美味しさを、冬ならではの味覚とう。ともに、めっちゃうまそう、今の。今年もじっくりお楽しみください。だそうです。まあ。まあ、まあいいや。特に言うことはないわ。まあでも、札幌って大体苦くないんですよね。札幌はね。苦くない。甘いビールが多いんで。てか苦味が少ないビールが多いんで。確かにこれもね、ぶっちゃけた話、あんまり苦くもない。よく考えてみると別に苦くないな。
苦いって言ったの気のせいだったの。甘い。普通に甘い。非常に冬物語じゃない。冬キリンに似てる。で、ぶっちゃけた話、あんまり、何がどう変わったかっていうのがあんまりわからない。多分札幌黒ラベルと大して変わんないんではないか。と思う。個人的に味の感想として。どちらかっつうと、まあ、黒ラベルはちょっと甘すぎるっていうか、苦くなさすぎるから多分、札幌のラガービールに非常によく似てる系列だとは思うんだけど。まあなあ。難しいね。ただまろやかなのは確かなんだ。ああ。そっかそっか。札幌ってあれか、エーデルピルスのあれか、会社か。エーデルピルスむちゃくちゃ苦いんだよな。エーデルピルス、でもそれ以外札幌って基本甘いっていうか、全然苦くない。お子様、今言っちゃうと、お子様向けのビールみたいなのが俺の中でイメージ的にあるんですけど。ただ、突出して苦いのが、エーデルピルスなんですよね。ただ、今、エーデルピルスが、樽生しかないみたいなんで。まあ。なかなか飲めないとは思いますけど。でも、大体もう、札幌黒ラベルを筆頭に、札幌クラシックとか、札幌ラガーも苦くないし、全体的に苦くないビール。飲みやすさ重視のビールが多い。まあ、麦とホップがあるんで、麦とホップの、まあ、シリーズと、まあ、俺が押すとしたらね、麦穂シリーズと、あとホワイトベルグ。この二つかな。俺が札幌で、好きなんつったらね。まあ、恵比寿もあるんだよね。よく考えたら恵比寿があったんだ。恵比寿があったんだ。そうだ。札幌には揺るぎないほどの、ね、うまさ。うまいビール。まあ、エビスはかなり苦めですからね、これもね。エビスも苦いんだよな。エビスがあるからな、札幌はな。もう、安泰だわ。将来安泰だね。間違いなく。エビスはもう、うますぎる。未だに普通に飲む中で、エビスを超えるのはないな。通常のジャパニーズビールで、ジャパニーズビールで、普通に今現在買える中で、エビスを超えるビールはないな。まあ、エビスとエーデルピルス以外はもう、非常に飲みやすい。甘くて、女性にもおすすめできるのが札幌なんですよね。とは思うんですけど、皆さんどうですか？ちょっと俺もわかんないんだけど。
本当に俺の舌が合ってるのかっていうか、わかんないけどね。まあ、全体的に非常に飲みやすい。まあ、中でも一番飲みやすいのはやっぱ黒ラベルだろうな。札幌黒ラベル。これはもう全然甘くない。甘くないじゃない。苦くない。逆にすごいっていう。ビールでここまで苦くないか。っていう、レベル。コク、甘み、香り。これ難しいな。まあ。正直そんなに美味しいとは思わない。はっきり言って冬物語は冬キリンと同レベルですね。3433です。同じ。冬キリンと同じ。微妙。ご視聴ありがとうございました。